こんにちは、速稼塾の子でございます。前回ね、花屋龍馬さんに当てた動画の中で最後の方にお金の勉強って言いますけども、具体的にお金の勉強って何があると思いますかっていうふうな問いかけで終わりました。まあ返信動画いただいて、その辺には触れていたのかいないのかちょっと分かりませんけども、気にせずね、第2弾お金の勉強とは何かということをお届けしたいと思います。前回私がお話したお金の勉強っていうのは申し上げましたよね、自動的な運用、ペイペイ運用ですね。それと実際にペイペイを使って得れるバック、これどっちが大きいかってことを考えないと、ペイペイ運用っていうのをやっちゃうと実はね、利回り低いってこと、比較すると低いってことに気づくと思うんですよ。で、私は買い物もどんどん繰り返しているんですけども、なぜならそれが利回りがいいからなんですよ。で、最終的にはね、なんかミネラルウォーターでも買えばいいかなと思ってますし、それからね、今回買ったのはね、ワイヤレスイヤホンなんですよ。で、ワイヤレスイヤホン9割引きとかっていうのが出てくるようになりまして、もともとはね2万円ぐらいだったものが今ね1000円とか2000円とか出てるんですよね。で、それを買ってレビューするっていう流れを私はまたこれからも作っていこうと思います。そうなんですよね、ペイペイで商品を買うとペイペイがバックされる、で商品届く、でこの時点でもう損得はないんですけども、ただ私の場合はね、 YouTuber としてはその商品をレビューすることによってアクセスでまたね収入が数百円とか数千円とか見込めるんですよね。そうなるとペイペイで商品を買ってペイペイバックを得れて、ペイペイバックという元々はなかったものに対して商品を買って商品届くし、商品をペイペイでバックされたペイペイで商品を買うとさらにバックがつくと。で、私の場合は YouTube に載せるんで動画再生で広告収入も入るということで、まあいいことづくめなわけなんですよね。まあ、ちなみにね、私 YouTube で放送するときも結構ね、なんですか、ちょっと策略を練るようにして、例えば今回の型落ちの、この割安になったねワイヤレスイヤホンを紹介するとしたら、今新作はこんなんが出てますよってこともちゃんと話すようにしてるんですよ。そうすると広告に新作のワイヤレスイヤホンが出やすいんですよね。こういうふうに何を話したかということをちゃんと分析してですね、広告出してくれますんで、商品名明確に言うこととかね、型番をきっちりということっていうのは私は動画の中でかなり心がけているんですよ。プラスですね、例えば新しい商品を紹介している芸能人とかがいらっしゃったら、その芸能人の名前も出していくとか、他の YouTuber さんが紹介しているような商品だったら他の YouTuber さんの名前を口頭で出すようにするっていうものをやってるんですよ。で、現在ですね、 YouTube の分析っていうのはこういうふうに、 YouTuber さんが何を言ったかっていうのを音声を解析して、広告をつけてくれるって機能もあると思うんですよね。ですんでね、そのようにやってます。逆を返せば、音声で例えば去年の2月3月なんてのは音声でコロナってやると動画の広告が止まったり、動画が消されたりとかしてたんですよね。そう考えると明確に動画内の音声は分析してるだろうなっていうことが分かるわけなんですよ。これはちょっとね、前回の補足になります。で、今回ですね、お金の勉強ですけども、中古車の新車ですね、新車の残価設定についてちょっと考えてみようかなと思うんですよ。で、車を買うときって新車で買われる方、中古車で買われる方いると思いますけども、現在ですね、新車がとっても買いやすくなってるんですよ。それは残価設定というやつで、例えばね、200万円の車があるとしますよね。それを最初の5年とか7年っていうふうに決めるんですけども、5年なら5年は毎月、例えば8000円払ってくださいねってなるんですよ。毎月8000円ですよ。毎月8000円なんで年間で10万円くらいですよね。それを5年間やると、大体総額の支払い50万になるわけですよ、ね、そうするとその新車っていうのは200万円しますから、差し引き150万円が残ります。5年後に残金の残価設定ですよ、150万を払って、150万払って自分の車にするのか、それともね、そこでじゃあもう車返しますってやって、50万はもうそのまま払っちゃった使用料なんだけども、残りはねもう会社に返しますよって形で、もうそれ以来もうお金何もないっていう感じにする方法もあるんですよ、で、この残価設定なんですけども、今日お話したいのはね、残価設定が得かどうかって話なんですよ。これね、結論言うと損なんですよ。買いやすいんだけども割高で買わされてるんですよね。それは当たり前ですよね。だって残価設定が一番払いやすくってお得だったら、もう新車売れなくなっちゃいますから。これはね、現在収入の所得の低い人向け、だから年収が200万前後の人でも新車が買えるように、もう苦肉の策で作った設定なんですよ。最初いいですよね、
だって毎月8000円で頭金もなしで8000円8000円8000円って払いながら新車がゲットできてね、で5年後とかにもう返してもいいわけですから。ただここで残価設定っていうのがかかってきます。5年後に買取価格っていうのが設定されるんですよ。でもちろんねその時の相場っていうのがありますんでそれは予測つかないんですよ。でも残価設定をおすすめする営業マンっていうのはだいたい5年後にこのぐらいの金額で買い取れますよっていうふうにお話しされるんですよ。例えば買い取り金額がね、まあ、150万なら150万としましょう。でもこの150万確定ではないんですよ、ね、恐ろしいですよね。だからそういうふうにしてですね、実はその時にならないと分かんない金額を目安でこのぐらいですよっていうふうにお話しすることによって不確定要素を付け加えることによって5年後いくらになるか分からないっていうことがあるんですよ。もちろん走行距離とかぶつけたぶつけてないとかね、でいろんな部品が傷んでるとかその時の相場っていうのもあるんですよ。でここで考えないといけないのが、あまりにも売れすぎた車ってのは数年後に暴落するってことなんですよ。これ分かりますよね。だって今年新車で例えばワゴン R の何かね、なんとかパッケージみたいなの売れたとするじゃないですか。バカ売れしたと、とてつもなく売れたと、大ヒットですよって言ったらその時ものすごく人気なんで値段が下がらないんですよ。新車価格値引きがほとんどありませんみたいな感じで買うんですよね。ところが5年後ぐらいにその新車がもう古くなったんで中古に出して別の車にしようかなって方とかが出てくるんですよ。そうすると中古市場には同じタイプの車がもうね売り場目線で出てくるんですよ。そうするともう売りたい人ばっかりなんで買い取る方としては安く叩き替えるわけですよね。そうするとですね、中古市場には同じ車が溢れてますからこれまた安く買えるんですよ。という形で人気の車っていうのは5年後ぐらいに暴落するんですよね。だから上手な人っていうのは5年落ちぐらいの車を狙うんですよ。今年一番売れた車何かな、ね、これ何だったかな、いろんなデータありますけども、アルファードのなんとかパッケージみたいなのがあるんですよね。それがもうバカ売れしてですね、猫も借子もアルファードなんですよ。それこそね、一人しか乗らないのにアルファード乗ってる人が多いぐらいなんですよね。で、スーパーの駐車場に行ってもアルファードの同じ方がバーッと並んでるんですよね。それは新品でね、かっこいいですよ、ところがね、5年後もう時代遅れとなったその車でも中古市場には同じのが溢れてます、まあ、ですんで中古買取価格は暴落して150万とかじゃとっても買い取ってくれないような現象が起きてくるんですよ。もう安くないと買ってくれないみたいなね、そんなことが起きてますよね、で、セールスマンとしては新車がどんどん売れるんで成績になるし、値引きのほとんどない新車が売れますんで大きな利益にもなりますしね、言うことないなってことです。今だから新車市場はそういうふうな残価設定によって支えられてるかなってところがありますね、新車は買えるんだけども一番割高という形でございます。でしかも中古車で降ろそうとした時もほとんど値がつかないみたいなね、そんなことになってきますね。いやだからね、今ね高級車をずっと見てるんですよ。レクサスなんて本当ね叩き売りになってますからね。で数年前はそのセルシオが叩き売りだったんですよ。で叩き売りの時代に私は2年ごとにセルシオをね新しいのをどんどん買い替えていたんですけどもね10年ぐらいねセルシオ乗りましたけどもね、もう2年ごとに買い替えるんでもうほとんどのタイプに乗りましたね、20、30、40、前期後期っていう風にね、30の後期だけ乗らなかったんですけどね、2年ごとの交換だと5台しか乗れませんので、まあ、それでもね2年ごとに中古車とはいえ新しい、なんかバージョンのね車に乗れて嬉しかったなと思いますね。今だったら絶対動画撮ってますね、ということで今回のお金の勉強なんですけども、買いやすいものは一番割高ってことになってます、車は特に分かりやすいですね。まあ今度家の話でもしましょうか。家もね、新築なのか中古なのか一戸建てなのかマンションなのか、これねかなりお金の勉強になると思いますんで、常識の枠を外してね考えていかなくちゃならないかなと思います。多くの方はそうは言っても選択するときに超常識の中で選ぶんで全員不正解っていうことになるそうです。私もこの考え方聞くまで、そして私がね自分自身がローンのない一括で買った家を持つまでは気づかなかったということになります。それでは次回またお金の勉強していきましょう。まだ花屋の皆さんからねお金の勉強のネタがありましたらお聞きください。